兄上、そして姉上、改めてご結婚おめでとうございます。ありがとう雪村。だがまさか稲と結婚するとは思わなかった。いいえ、稲はあの出会いの時から予感していました。この方とはもしかしたらと。なんと。ならばあの時の私はとんだ邪魔者でした。途中で割って入って面目ない。いや、雪村が来てくれてよかった。あのままだったら討ち取られていたかもしれぬ。お二人とも何を冗談だ。稲が来てくれて真田の家は明るくなった。ええ、私も兄上も笑うことが多くなりました。信行様、雪村。さて、戦の前に長居をしてもお邪魔ですね。私はそろそろ失礼いたします。雪村、私が結婚しようが真田は真田、いつでも帰ってくるがいい。天下統一となったらみんなでお祝いをしましょう。雪村、くれぐれも気をつけて。はい、ありがとうございます。兄上たちもどうぞご油断なきよう。信行らの活躍により徳川の大軍は真田領より撤退。家康は真田の強さを身をもって味わった。そこで家康は真田家と親交を結び、重臣本多忠勝の娘稲姫を信行に嫁がせる。一方、信長死後乱れていた天下は豊臣秀吉の手によって着々と平定されつつあった。秀吉は家康ら有力大名を従え四国九州を制圧。残る対抗勢力は関東の北条のみとなる。天正18年、秀吉は北条討伐を決意。腹心石田三成を豊臣軍の総大将に据えた。諸大名を従えた三成は北条の小田原城を包囲する。包囲軍には信行や稲姫ら真田勢の姿もあった。三成は北条が降伏しないと見るや総攻撃を指示。物量に勝る豊臣軍は瞬く間に二の丸まで攻め込んだ。絆の将小田原征伐。二の丸までは進軍した。このまま一気に本丸まで突き進め。小田原城は難攻不落だ。その意味てめえらの身に教えてやら。平門軍が分断されたとき連携を回復し孤立した味方を救え。早く。状況でも己の任を果たすだけだ。そして忘れた。信行様の天と離れ離れ。信行様、どうかご無事で。三の丸の敵を撃ち、城の包囲を崩してやる。
私はただ天下のために働くだけだ。日の丸は絶対渡さない。ここで全員息の根止めたる。日の丸の制圧はこの雪村にお任せを。いざ参る。工場内には内通者がいる。まあ今は見舞い出せるべき時ではない。好にはさせん。これで少しは楽になるか。真田の名怪我さずに済んでよかった。ご爪を出せ。小田原の方へ無理くり解いてやろう。北条の分断作戦は潰せたか。まったくヒヤヒヤさせてくれる。息つく暇はないぞ。豊臣の後継者を討ち世を混沌に。真田が盾となり忍びを止めましょう。使いどころか。大木条件下降。混沌に引き込んでいます。父上が危ない。風魔を撃ち捨て車の火を止めねば。小太郎がかき回している今が抗議だ。豊臣の本陣を重ねえ。バカがそのまま突っ込むだろ。なしか。三成殿、私にお任せを。真田の槍で城門をこじ開けん。真田の戦
これに見よ。なんという気迫。逃げろ。門より命の方が大事だ。開門。助かったぞ。全軍、雪村に続け。総攻撃だ。開門。ここは通さぬ。北条の結束は永遠に不滅だ。王城の魂、未だ尽きぬ。本丸へは誰も通さんぞ。愚か者が、無駄に命を散らすつもりか。勝敗はすでに決しているのだよ。三成、他の振る舞いは内通者。奴らに門を開かせよう。開門。さすがは勘弁軍師だ。よし、東からも本丸を攻め立てろ。スカイドボタン。ながら良い働きをしては
イナからは目が離せないな。拉致者、イナが成敗いたしました。獅子が極むくぜ。このままでは救援願います。王城はここに滅んだ。秀吉さんの顔に泥を塗らずに済んだか。信行様、三成様は大丈夫でしょうか。終始力が入っていたように思います。無理をしていたように見えた。秀吉様の代わりなど誰にも務まらぬのに。信行、豊臣の世はいずれ崩壊する。三成の小田原攻めを見て確信した。何十万の兵を動員し敵を屈服させる、さような芸当秀吉殿にしかできぬ。
そして秀吉殿にはいまだ確たる世継ぎがおられぬ。秀吉殿の考えを理解できる者もそばにおらぬ。しかし秀吉様には子がいもおります。またご養子なれど秀次様もおわしますれば。秀次殿や子がいがまとまっておるのも秀吉殿、利家殿あればこそ。お二人なくばわしの目指す太平は一代限りのものではない。治めぬ者が変わろうと何代も続かねばならぬ。そんな世のためならばわしは悪人にでも狸にでもなろう。信行、お主にその覚悟はあろうか。わしが立たば豊臣と敵対することになる。豊臣に親しき幸村はわしにつくと思うか。幸村という男のことはお主が一番知っていよう。無理強いはせぬ。兄弟揃ってわしと戦っても構わぬ。だが稲の婿とて容赦はせぬぞ。わしはわしの代で最後にしたいのだ。親兄弟が争い殺し合う乱世を。家康様、私も覚悟を決めました。もし徳川と豊臣が争うことになれば、私は徳川につき幸村と戦います。仲良き兄弟を相争わせようとはわしも悪人よ。恨んでくれて構わぬぞ信行。